クロップ大絶賛、遠藤依存が始まりそう。遠藤航が所属するリバプールは、19位に低迷する昇格組のバーンリーと敵地で対戦。2対0で快勝を収め、28日に今節を戦うアーセナルを抜き、暫定首位に浮上した。急激に序列を高めている遠藤は、公式戦7試合連続で先発し、3日前のアーセナル戦に続いてフル出場。豊富な運動量で全体的に高パフォーマンスを披露。試合後にクロップは名指しで遠藤は本当に素晴らしかった。よく戦い、いい姿を見せている。なんて選手だ、今日のマンオブザマッチだよと絶賛。続けてアジアカップでいなくなってしまうのが残念と嘆いた。数ヶ月前までは序列は完全に一番下だったにもかかわらず、ここに来て13日で5試合に先発。確実に監督や味方、サポーターの信頼を勝ち取った。怪我人が続出しているリバプール、その中でもベテランとしての躍動を見せ、まさに不可欠な存在になりつつある。昨年ファビーニョが怪我して以降調子を落としたリバプール、今年はそれが遠藤になるかもしれないと思えるぐらいのパフォーマンスを見せており、ここからが楽しみでならない。クロップがここまで絶賛するとは嬉しいな。ベスト、日本人もアジアカップよりプレミアリーグに集中してほしい。怪我だけが怖いね。ようやくフィットしてきたからここでの離脱は避けたかった。森保さん、クロップと話しましょう。なんとなく代表離脱する気がしなくもないけどな。アジアカップってそんなに大事なものなのか？ベトナムとか国内組で勝てますって。主力戻ってからが本当に勝負やな。クロップさん、また大好きな日本人ができましたね。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。